シバームはイエメンハドラマウト地方の都市。人口は約7000人。かつてシバームはハドラミ人のハドラマウト王国の首都として数世紀にわたり繁栄した。シバームが有名なのはハドラマウト地方独特の高層住宅建築によっているところが大きく、1982年ユネスコの世界遺産に登録された。シバームの住宅はすべて 泥レンガによって構成されており、今日でも500以上の5階から9階建ての高層建築が残っている。建物間には連絡橋が設けられ、自由に往来ができるようになっている。このような高層住宅が建設されたのは、洪水という牧民の襲来から町を守るためであった。シバームの歴史自体、2000年以上続いているが、現存の市街地に残る高層建築は、 ほとんどが16世紀以降に建設されたものである。また、ここ数世紀の間に何度も何度も、破壊と再建を繰り返してきた。2008年10月には、ハドラマート地方を襲った豪雨が原因で洪水が起こり、これが原因で地盤が緩み、本遺産にも一部の建物が倒壊するなどの被害が出た。2015年の第39回世界遺産委員会で危機にさらされている。 世界遺産リストに加えられた。シバームは町の高層建築物群から最古の高層ビル群、砂漠のマンハッタンと形容される。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この都市はその景観の一部がスーパーマリオ64のスカイボックスとして使用されているため最近ビデオゲームの分野で認められています。 ありがとうございます。